ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。どうも、またキキちゃんに戻りました。そうですね、この前っていうか1月の方にイタリアで実家に帰って、キキちゃんのコスプレで私の実家の方になんかコスプレブラブラで撮影したりとかもしてたんですけど、見てくれてありがとうございます。なんかキキちゃんの思い出はもう料理が出てくるんじゃないですか。まあ、キキちゃんを作るわけではない料理なんですけど、運ぶだけだが、やっぱりずっと食べてみたかったなって思って、今日はニシンパイを作りたいと思います。イエーイ。で、本当もう先に申し訳ないことに言いたいなんですけど、本当ね、この撮影をするを決めた時はね、なんかめちゃめちゃ大変な なんか時期に入っちゃって、かぼちゃが全然見つからなかったから、今日は芋かスイートポテトでかぼちゃの代わりにしたいと思います。まずはスイートポテトを切りたいと思います。マッシュするまでなので、皮をむいて人間の一口の方に切りたいと思います。はい、とりあえず皮をむいて今から切りたいと思います。よし、あれ、あんまりより、はい、もうちょっと優しく、なんで今こんなに硬いの。あ、もう始まった。今から塩とペッパーをつけたいと思います。食べてないよ、本当に。適当でいいと思いますので、ちょっと自分の量感よし、もうちょっといこう。ちょっとどのぐらいがいいのかは全然わかんないけど、はい。で、これでマッシュにしに行きたいと思います。これで時にちょうどいいな、これ。あった。あ、でも柔らかいからすごくしやすい。ポテトだ。できました。今日は玉ねぎを半分使いたいと思います。これでちゃんと分かる切り方ちゃんとなのかな。半分切るって言ってたんだけど、実はね、この玉ねぎがね、よく見たらめっちゃちっちゃいから全部を切ります。すいません。今からバターの2分の1に入れます。で、それで玉ねぎも入れます。
と思います。では一番最初をポテトを入れます。ちょっとね、手の方がやりやすいけど、ちょっとね、可愛くないからとりあえずこれにします。すみませんね、ちょっとキキちゃんのコスプレなんですけどね、普段はちょっとこんな見た目じゃなくて、結構パンクとかロックが好きなので、ちょっとね、ネイルが板ネイルが好きで、すいません、あんまり可愛いんじゃん、あんまりキキちゃんっぽくないな、これは。バラーン、できました。今から魚入れたいと思うんですけど、ですね、実はね、妊娠なくて、オイルサーディンしか見つからなかったなんですけど、許してまあ、こっちの方が簡単に誰でも作れるよね、きっと、うん、私のレベルぐらい。私はね、サーディンめちゃめちゃ大好き。それと、アンチョビとかと、まあ、イカとか、めっちゃ大好きんですよ、私、魚。ちっちゃい時から。そう、実家はね、港だったからね、キキちゃんの動画の見せた。うわー、美味しそう。ジュルー。うわー、今オイルが今めちゃめちゃ美味しいな。ジュルー、ジュルー。はい、できました。お魚結構私は好きなので、ちょっと多めに入れてみたんです。では、で、こっから焼いたの玉ねぎを入れたいと思います。あーす、はい、よー。では次はこれ、ソース、グラタンのソース、結構ね、イタリアで作ってるものですね。はい、入れたいと思います。キューキュー。うわー、美味しそう、これ。では、これもできました。では、今からパイを入れたいと思います。あ、結構柔らかいですね。やば、やー、ちょっとね、とりあえずこうこうしよう。おお、あ、いい感じ。どこからがいいかな。こうかな。パイルを並べていきたいと思います。今から魚の形を変えて切りたいと思います。いきます。ちょっと変な形になったらごめんね。とりあえずここから。パパン、持ってきていった。じゃーん。で、これで今日の真ん中、ボードン。いい感じできたでしょう。ちょっとね、可愛いからちょっと、もうスマイルをしてほしい。可愛い、今スマイルにしてる。そう、あ、可愛い。よいしょ、できた。はい、できました。では最後にいきたいと思います。卵の赤のパーツを塗りたいと思います。美味しそう、これ。でさ、これと砂糖とめちゃめちゃ美味しいよ。いつも食べます。よいしょ、できた。ちょっとやりすぎた、やりすぎたでは、パパン。で、今から20分をオーブンの方に入れたいと思います。では、入れます。うん、よいしょ。では、待つ。せーの、スタート。
いいね、コスラやね。あー、コスラであれを見るわ、最高。できました、完成です、イエーイ。あのね、ちょっとやっぱり卵を入れすぎちゃった。ちょっとね、焼けしたんだけど、口の方がね、なんかクランチクランチするから、そっちの方が美味しいかなって思って、ちょっと食べてみたいと思います。はい、いきます。うわー、サクサク。あ、クランチクランチじゃなくて、日本語サクサクって言うんかったっけ。サクサク、サクサクと柔らかい感じの。やったー。え、やばっ。え、美味しそう。ちょっと半分が抜けちゃったいただきます。えい、私はこんなものができるなんてすごいよ、本当に。え、なんかなんだろう、ちょっと甘いもんでもない、まあどっちかっていうとしょっぱいの方だけど、やっぱり甘さがね出ちゃうんですよね、パイは。で、結構上がサクサクな感じで、中はすごく柔らかい、もう口に溶けるぐらいの柔らかいがあるから、もう超いいし。で、ポテトとしっかりそういう、多分お魚のオイルな感じの味もしてます。いいね、これ毎日から作ったらさ、もううちが上手になるわ。おいしい。ではキキちゃんの料理をしてみたんです。いやー、皆さんはどうと思いますか？私は本当上手になれると思いますか？それは本当いい質問だなでは、ぜひなんか次を見たい動画とか、見たいキャラクターと料理があったら、ぜひコメントしてください。待ってます。あと、いいねをしてシェアと登録をしてください。またね。